文樹訴訟。文樹訴訟とは、福井県鶴賀市にある高速増殖炉、文樹の周辺住民が、内閣総理大臣が行った、各原料物質、核燃料物質及び、原子炉の規制に関する法律23条に基づき、原の設置許可処分の無効確認を求めた訴訟である。本件においては、原子炉設置許可処分に対する原告的核の問題や無効確認訴訟で求められる。 無効自由に明白性を要するかという点や文字の前世などについて争われた。いずれの訴訟も建設、運転の定めを求めた周辺住民側が敗訴した。行政事件訴訟法9条は取り消し訴訟の原告適格について規定するが、同情に言う当該処分の取り消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者とは当該処分により、 事故の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害される恐れのあるものを言うのであり、当該処分を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする。 趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右に言う法律上保護された利益にあたり、当該処分によりこれを侵害されまたは必然的に侵害される恐れのあるものは、当該処分の取り消し訴訟における原告的核を有するものと言うべきである。そして、当該行政法規が不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する、個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を、 含むか否かは、当該行政法規の趣旨、目的、当該行政法規が、当該処分を通して保護しようとしている利益の内容、性質等を考慮して判断すべきである。行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えの原告適格について、規定するが、同情に言う当該処分の無効等の確認を、求めるにつき、法律上の利益を有する者の意義についても、 右の取り消し訴訟の原告的核の場合と同義に解するのが相当である。原子炉設置許可の基準として、右の3号、技術的能力にかかる部分に限る、及び4号が設けられた種子は、原子炉が原子核分裂の過程において、高エネルギーを放出するウーラン等の核燃料物質を念として使用する装置であり、その稼働により内部に多量の人体に、 有害な放射性物質を発生させるものであって、原子炉を設置しようとする者が、原子炉の設置、運転につき所定の技術的能力を欠くとき、または、原子炉施設の安全性が確保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民、等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、 深刻な災害を引き起こす恐れがあることに鑑み、右災害が万が一にも起こらないようにするため、原子炉設置許可の段階で、原子炉を設置しようとする者の,の右技術的能力の、有無及び申請にかかる、原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性につき十分な審査をし、右の者において、所定の技術的能力があり、かつ、原子炉施設の位置、構造及び設備が、 右災害の防止上支障がないものであると認められる場合でない限り、主務大臣は原子炉設置許可処分をしてはならないとした点にある。そして、同法24条1項3号所定の技術的能力の有無及び4号所定の安全性に関する確審査に過後欠落があった場合には重大な原子炉事故が起こる可能性があり、事故が起こったときは、 原子炉施設に近い住民ほど被害を受ける、外然性が高く、しかも、その被害の程度はより直接的かつ重大なものとなるのであって、特に、原子炉施設の近くに居住する者はその生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けるものと想定されるのであり、右覚悟は、このような原子炉の事故等がもたらす災害による被害の性質を考えした上で、 右技術的能力及び安全性に関する基準を定めているものと解される。右の3号、技術的能力にかかる部分に限る。及び4号の設けられた趣旨、右覚号が考慮している被害の性質等に、鑑みると、右覚号は、単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようと、するにとどまらず、原子炉施設周辺に居住し、 右事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする、趣を含むと解するのが相当である。そして、当該住民の居住する地域が前期の原子炉事故等による災害により直接的かつ 重大な被害を受けるものと想定される地域であるか、田舎については、当該原子炉の種類、構造、規模等の当該原子炉に関する、具体的な諸条件を考慮に入れた上で、当該住民の居住する地域と、原子炉の位置との距離関係を中心として、社会通念に照らし、合理的に判断すべきものである。その上、最高裁は、原子炉の規模性質等に照らして、 文珠から5 8トル離れている住民まで原告的確を認めた。行政事件訴訟法36条によれば、処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により、損害を受ける、恐れのある者のその他当該処分の無効確認を、求めるにつき法律上の利益を有するもので、当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって、 目的を達することができないものに限り、提起することができると定められている。処分の無効確認訴訟を提起し得るための要件の一つである、右の当該処分の効力の有無を前提とする、現在の法律関係に関する訴えによって、目的を達することができない場合とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟によっては、 その処分のためかぶっている、不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための総称形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えの方がより直接的で適切な証形態で、あると見るべき場合をも意味するものと解するのが相当である。本件について、 これを見るのに、非常国人ら、原告らは、本県原子炉施設の設置者である、動力炉、各燃料開発事業団に対し、人格検討に基づき本県原子炉の建設内し、運転の定めを求める民事訴えを提起しているが、右民事訴訟は、行政事件訴訟法366条に言う、当該処分の効力の有無を前提とする現在の、 法律関係に関する訴えに該当するものと見ることはできず、また、本件無効確認訴訟と比較して、本件設置許可処分に起因する、本件紛争を解決するための総称形態として、より直接的で適切なものであるとも言えないから、非常国人らにおいて、右民事訴訟の提起が可能であって、現にこれを提起していることは、本件無効確認訴訟が、 同情所定の前期要件を書くことの根拠とは、なり得ない。以上のように判断して、原子炉設置許可処分に対して最高裁は別に、行政訴訟として、処分の無効確認の訴えの利益を認めた。最高裁は、伊方原発訴訟の判決で示した基準を踏襲し、原子炉設置の許可の段階の安全審査においては、当該原子炉施設の安全性に関わる事項の、 すべてをその対象とするものではなく、その基本設計の安全性に関わる事項のみをその対象とするものと解するのが相当であるとし、そして、規制法24条2項の趣旨が、道条1項3号、技術的能力にかかる部分に限る、及び4号所定の基準の適合性について、各専門分野の学識経験者等を要する、原子力安全委員会の科学的、 専門技術的知見に基づく意見を十分に尊重して行う、主務大臣の合理的な判断に委ねるもであることに、鑑みると、どのような事項が原子炉設置の許可の段階における安全審査の対象となるべき、当該原子炉施設の基本設計の安全性に関わる事項に該当するのかという点も、上記の基準の適合性に関する判断を構成するものとして、 同様に原子力安全委員会の意見を十分に尊重して行う、主務大臣の合理的な判断に委ねられていると、返される。また、規制法は、上記基準の適合性について、上記の通り原子力安全委員会の意見を十分に尊重して行う、主務大臣の合理的な判断に委ねていると、返されるから、現在の科学技術水準に照らし、 原子力安全委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が上記の具体的審査順に適合するとした原子力安全委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に感化しがたいか後欠落があり、 主務大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、主務大臣の上記判断に不合理な点があるものとして、同判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解される。その上で、最高裁は、高裁判決で違法であるとされた点について、具体的に検討し、高裁の判断は誤りであるとして、破棄事犯をしている。本件申請に対する、 原子力安全委員会及び同委員会に置かれた原子炉安全専門審査会による原子炉施設の安全性に関する審査において用いられた審査基準に1980年昭和55年11月6日原子力安全委員会決定高速増殖炉の安全性の評価の考え方について以下評価の考え方というがある評価の考え方は 液体金属冷却高速増殖炉の特徴を十分踏まえて原子炉施設の位置、構造及び設備が災害の防止上支障がないものであることを評価する必要があるとし、その評価にあたっては研究開発、建設及び運転を通じて蓄積されつつある多くのデータ、解析手法等の実績について十分考慮するとともに適切な余裕を見込む必要がある旨を述べ、 その評価にあたって適用され、または参考とすべき、既存の各種安全審査指針との関係を示している。これを踏まえて、本件安全審査においては、原子炉施設の基本設計または基本的設計方針としてが確認されるべき事項とされていた。発電用軽水型原子炉施設を対象とした指針である1978年、 昭和53年9月29日原子力委員会決定、発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針、以下安全評価指針という、は原子炉施設の設計の基本方針の妥当性を確認するための安全評価として、とするものである。そして、評価の考え方は、その別紙、液体金属冷却高速増殖炉、 LMFBR の安全設計と安全評価についての E において、液体金属冷却高速増殖炉の安全評価に当たっては、安全評価指針を参考とするとともに、液体金属冷却高速増殖炉の特徴を踏まえて評価する必要がある旨を述べ、運転時の異常なかと変化及び事故として選定して評価を行うべき代表的事象を掲げ、 それぞれについての評価に関する判断の基準を示している。なお、高速増殖炉の特徴として、原子炉の冷却媒体として、水ではなく、比熱が小さく、熱しやすく、冷めやすい、イコール熱伝導性が高い優点、約摂取90度の低いナトリウムが用いられている。ナトリウムは、空気中の酸素と反応し燃焼し、水と反応すると水素が発生する。 二次冷却剤漏洩事故とは、原子炉出力運転中に何らかの原因で二次、主冷却系配管が破損し二次冷却剤ナトリウムが漏洩する事故のことを言う。二次冷却剤漏洩事故が生ずると、中間熱交換器での除熱能力が低下し、原子炉用切り口のナトリウム温度が上昇するため、炉心の安全な冷却ができなくなる可能性がある。また、漏洩したナトリウムの剣熱及び、 燃焼熱によって部屋の雰囲気温度あるいは床面に設けたライナの温度が上昇することにより同ライナが果たすべきナトリウムとコンクリートの接触防止能に悪影響を与える可能性があるとともに空気雰囲気の部屋の内圧が上昇して建物及び構築物の健全性を損なう可能性がある。本件申請においては二次冷却材漏えい事故が発生した場合に 事故の拡大を防止するための対策の一つとして、漏洩したナトリウムと、コンクリートとが直接接触することを防止するために、床面に、構成のライナーを設置し、漏洩したナトリウムを貯留タンク等へ導き、貯留するという設計がされている。本県安全審査においても、二次冷却剤、漏洩事故が発生した場合に備えて、漏洩したナトリウムと、 コンクリートとの直接接触を避けるため床面に構成のライナーを設置するという対策を行うことが本件原子炉施設の基本設計を構成するものとして審査の対象とされた。そして床、ライナーの板厚形状等の細部は本件安全審査の対象とされず、後続の設計及び工事の方法の認可の段階で規制の対象とされる具体的な詳細設計及び 工事の方法にあたるとされたのでるが、床ライナーが漏洩ナトリウムと、コンクリートとの直接の接触を防止するために、どのような設計とされるべきかは、部屋の大きさ、床、ライナーの冷却設備の有無、ナトリウムドレン設備の能力等の周辺設備の具体的使用等との関連において決定されるべきものということができるから、これを、後続の設計及び工事の方法の認可の、 段階における規制の対象とするとは、一般に合理性があるということができる。1995年12月8日、各原料物質、各燃料物質及び原子炉の規制に関する法律28条1項の規定に基づく使用前検査の最中に、二次、主冷却系の C ループの配管に取り付けられていた温度計の鞘管の鞘管が破損し、 この破損部から配管室内に二次、冷却剤ナトリウムが約3時間40分にわたって漏洩する事故以下、本件ナトリウム漏洩事故という、が発生し、漏洩したナトリウムが空気中の酸素と反応して、ナトリウム火災を起こした。本件ナトリウム漏洩事故では、漏洩箇所直下近傍の床ライナ、板厚約 6mm に凹凸が生じ、全体として上下方向に、 たわみが認められ、局所的に零点五ミ 0.5mm ないし一点五ミリメートル程度の板ター圧現象が観察され、床、ライナの加熱温度は最高で摂氏七百五十度と推定されている。同年はその原因等を解明するため二回にわたって燃焼実験を実施した。九百九十六年、平成八年四月八日の燃焼実験愛では、鋼鉄製の炎灯容器内でナトリウムを 漏えいさせたところ、床、ライナを模擬した構成の受け皿に貫通損傷はなかったものの、最大約1ト、mm、ルの減肉が認められ、受け皿で測定された温度が摂氏740度、内視摂氏750度で推移した。同年6月7日の燃焼実験 E では、コンクリート製容器内でナトリウムを漏えいさせたところ、厚さ約6ト、mm、ルの構成の床ライナに5カ所の、 貫通口が認められ、ユカライナで測定された温度が概ね摂氏800度、内視摂氏850度で推移した。本件ナトリウム漏洩事故及び燃焼実験 I では、室内からの湿分の供給が少なかったため、水酸化ナトリウムの生成が少なく、酸化ナトリウムと、後半、鉄が、高温で反応して、複合酸化物を形成するとにより腐食するナトリウム。 鉄複合酸化型腐食が生じたと考えられる。他方、燃焼実験 E では、実験を行った容器の溶石が小さかったこと、等からナトリウムの燃焼に伴い室内の温度が高温となって、コンクリート壁から多量の水分が放出され、これにより生成された水酸化ナトリウム等の溶融体に、過酸化ナトリウムが溶け込んで、過酸化物イオンとなり、 ユカライナ、鉄を急速に腐食させる溶融塩型腐食、海面反応による腐食が生じたと考えられる。そして、溶融塩型腐食は、ナトリウム、鉄複合酸化型腐食より、約5倍腐食速度が速いことが判明し、この鉄、ナトリウム及び酸素が関与する、激しい腐食の知見は、本件処分当時の高速増殖炉の開発及び、 その安全審査の関係者にとっては、問題意識があれば知り得た知見であったものの、知られていなかったため、本県や安全審査においては、床、ライナの健全性については、熱膨張によって、機械的に破損するか否かということに重点を置いた、審査がされた。この点において、検診は、本県原子炉施設の基本設計の安全性に、 関わる事項についての安全審査における感化師が与え、過後、欠落に当たるとした。しかし、最高裁は、条件次第では、ナトリウムの漏洩により、溶融使用型腐食が生ずる場合があり、この場合に、床ライナに貫通口が生ずれば、漏洩ナトリウムと、コンクリートとの直接接触の防止という床、ライナの機能が果たされないこととなることを認めたが、 しかし、床ライナに溶融塩型腐食が生じても、床、ライナの板厚等の具体的形状次第では、漏洩ナトリウムとコンクリートとが直接腐食することを防止することが可能であるというのであれば、二次冷却剤漏洩事故に備えて蒸気の安全対策を行うことを内容とする、本件原子炉施設の基本設計は合理性を失わず、床、ライナの腐食に対する対策が、 後続の設計及び工事の方法の認可以降の段階における規制の対象とされ、その基本設計の安全性に関わる事項に含まれないとすることは不合理であるとは言い難いことになるとした。そこで検討すると、本県ナトリウム漏洩事故後に、同年は現状の本県原子炉施設において二次、冷却剤ナトリウムが漏洩した時に、床ライナに、 最も腐食速度の速い溶融使用型腐食が生ずる。仮定して、ナトリウム燃焼解析を実施した。その解析条件は、漏洩ナトリウムの初期温度を摂取507度、部屋の初期温度を摂取35度、相対湿度を80%、ナトリウムの漏洩継続時間を80分から82分、等とたものであった。解析結果は、板圧約6ミリメートルの床、ライナの減肉量が、 中央値で3 2ト、mm、ルないし3 3ト、mm、ルであり、上限値で5 2ト、mm、ルないし5 5ト、mm、ルであったというのであり。要するに、現状の施設において、蒸気解析条件と同じ条件下で、溶融塩型腐食が生じても、現状の板圧約6ト、mm、ルの床ライナに貫通口は生じないというのである。確かに、上限値の場合には、 現状の板厚約6ミリメートルの床ライナでは残存肉厚が0 5ミリメトルないし0 8ミリメートルであり余裕として十分か否かが問題となるが原肉量に相応した板厚等の具体的な設計に余裕か、ライナの健全性を維持することも不可能ではないということができる。またナトリウム漏洩ワーキンググループの第3次調査報告書は床 ライナの腐食抑制対策として最高温度を低く抑えること及び高温の持続時間を短く抑えることが有効であるとの基本的な考え方を示しているところ、これを踏まえた腐食抑制対策をとることも考えられるところである。同年が1998年平成10年5月付の報告書において取りまとめた設備改善策もこれに沿うものであり。 従来の設計の基本的考え方を前提とした上で、その誘導の向上を図るものであるが、文ュ安全性確認ワーキンググループは、蒸気改善策を前提とすると、最も厳しい条件を考慮しても床、ライナの健全性が確保されることを確認した。以上の点に照らせば、蒸気の床、ライナの溶融使用型というを踏まえても床、 ライナーの腐食に対する対策を行うことにより、漏洩ナトリウムとコンクリートとが直接接触することを防止する子が可能であり、二次冷却剤漏洩事故に対して床面に構成のライナーを設置するという対策を行うことは、その有効性を失わず、構成の床、ライナーを設置するとの本県原子炉施設の基本設計をもって不合理なものということはできない。そして、床、 ライナの腐食に対する対策については、皇族の設計及び工事の方法の認可以降の段階でこれを行うことによって対処することが不可能、または非現実であるとは言えず、これを原子炉設置の許可の段階においては、安全審査の対象に含めないことをもって不合理であるとは言い難い。原子力安全委員会が1997年、平成9年12月18日、 同委員会の高速増殖原経路、モンジュナトリウム漏洩ワーキンググループ以下、ナトリウム漏洩ワーキンググループという、の第二次調査報告書を公表した。同報告書は、同公表時点での評価によると、漏洩ナトリウムの床ライナ全面での燃焼の場合の、床ライナ温度は配管室で約摂氏620度、加熱器室で約摂氏750度となり、 中小規模のナトリウムの漏洩による燃焼の場合の床ライナ温度は局所的に約摂取880度、配管室あるいは約摂取850度、加熱気質に達すると解析されるという内容であった。さらに M 本県安全審査での漏洩ナトリウムによる熱的影響についての解析評価においては中小規模のナトリウム漏洩による燃焼の場合を想定した 解析評価はされなかったが、これは当時の関係者が床ライナが熱膨張によって機械的に破損するか否かの点に注目し、床ライナの全体としての熱膨張が最大になる大規模ローエージのプール燃焼の場合を解析すれば、中小規模ローエージの影響はこれに包含されると判断したことによるものであったが、実際の床ライナの温度は 酸欠効果により床ライナ温度の上昇が抑えられる大規模漏洩の場合よりも中小規模漏洩の場合の方が高いものであった。これに対し、同年は本県許可申請時の床、ライナの設計温度は摂取500度としていたが、1985年2月18日付の原子炉の設置変更許可申請、二次主冷却計、循環ポンプ等の設備の変更に伴うものを 行った、同年8月9日付で一部補正を行ったが、その時は、設計温度を摂取530度に変更したが、ナトリウムが漏洩される場合に想定される温度よりは、低いものであった。その上で、検診は、床、ライナの膨張率を左右する床、ライナの温度が、本件安全審査の対象となる本件。 原子炉施設の基本設計の安全性に関わる事項に含まれるとした上で、本県安全審査には、蒸気床、ライナーの温度の評価を誤った過護があると判示する。これに対し、最高裁は、蒸気の設計温度とは、床ライナーがこの温度まで、全面一様に加熱されても、熱膨張によって、部屋の壁と干渉しないように設計するために、設定された温度であって、 この温度を超えれば直ちに床ライナが機能を喪失するものではないというのである。そして床、ライナの板厚形状等々の健全性に関わる事項は設計及び工事の方法の認可の段階において真の対象となる具体的な詳細設計及び工事の方法として決定されるべきものであるから板厚形状等が確定しない段階において これとは別に設計温度の妥当性について確定的な審査をすること意味はないと言わざるを得ない。また、ナトリウム漏洩ワーキンググループ第2次調査報告書によれば、蒸気実験の約摂取880度は、ライナー材料の優点に比べて十分に低いために床ライナーは要求せず、また、科学技術庁及び同年からの報告によると、 ユカライナ全体の熱膨張により破損する可能性について評価した結果、実際に設置されているユカライナは、二次主冷脚形、配管室 A 北側で約摂取630度、同配管室 C 北側で約摂取700度程度、その他の配管室及び加熱機室で約摂取950度あるいはそれ以上になっても、熱膨張により壁と干渉することはなく、 機械的に破損する恐れはないこと、同年は局所的な歪みによる破損の可能性を調べるために解析を行い、また床、ライナの一部分を模擬した試験体を用いた実験を行ったところ、局所的な燃焼に対して摂氏900度ないし摂九950度まではリブ、歪みを拘束するために床ライナ裏面に溶接されている構造物が剥離することがあるが、 床ライナに損傷は生じないことが示されたこと、ライナの温度が摂氏900度から摂氏950度までは、機械的な破損は生じないことが示されたから、海面反応による腐食を考慮しない場合には、漏洩ナトリウムとコンクリートの直接接触を防止するという床、イナの機能は維持されるという見解を述べている。以上に、鉱材が高温になれば、 遠征を増すという特性を持っていることを合わせ、考えると、漏洩ナトリウムによる床、ライナの熱膨張については、床、ライナの板厚、形状、壁との間隔等に配位することにより設計及び工事の方法の認可以降の段階において対処することが十分に可能であるということができる。そうすると、二次冷却剤漏洩事故に対して床面に構成のライナを設置することにより、 漏洩ナトリウムとコンクリートとが直接接触することを防止するという安全対策を行うことを内容とする本原子炉施設の基本設計は不合理であるとは言えず原子力安全委員会の判断に基づきユカライナについては漏洩ナトリウムとコンクリートとの直接接触を防止するという設計方針のみが原子炉設置の許可の段階における安全審査の対象となるべき 原子炉施設の基本設計の安全性に関わる事項にあたるものとし、その板厚等の腐食防止対策や熱膨張により壁と干渉しないような具的、施行方法は設計及び工事の方法の認可以降の段階における審査の対象にあたるものとした、主務大臣の判断に不合理の点はない。したがって、原子が二次冷却剤ナトリウム漏洩事故に関する、 安全審査の歌詞として指摘する事項は、原子炉設置の許可の段階の安全審査の対象とならない事項に関するものである。そして、以上を設置するところによれば、原子力安全委員会等における二次、冷却剤ナトリウム漏洩事故の安全審査の、調査審議及び判断の過程に関過しがたいか後、欠落があるということはできず、この安全審査に一挙してされた、 本件処分に違法があるということはできないから、上記違法があることを前提として、本件処分に無効自由があるということはでき。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。